皆さんこんにちは、ツッコミゴートです。よ、今日雨雪降ってるよ。皆さんこんにちは、ツッコミゴートです。まあ今世界の状況はちょっと大変と思うんですけど、私は引きこもってオニオンリングを作ってます。はい、今日はみんな一緒に楽しくオニオンリングを作りましょう。これです。サクッと仕上がる水溶きタイプ、水玉ねぎが美味しい。まあそりゃそうけど、サクッとした食感の漢字読めないに仕上がるオニオンリングの酢です。そうです、酢です。酢じゃない、こういう感じね、こういう俺わからん感じ、ここに書いとくからさ、手で。だからそういう読み取ってね、オニオンリングのです。ほんのり香るスパイスの風味が玉ねぎの美味しさを引き立てます。じゃあ、それ必要なもの、玉ねぎ1個で大丈夫です。玉ねぎ買ってきた。水本品ありました、ここにありました。あれ、油はオリーブオイルで揚げるんじゃないの？油必要やん、書いてないじゃんここに。まあ油も必要ですよ、ここにね。そういう材料類のとこに油書いてないけど、油は必要ですよ、揚げ物やろ。あ、ボールが必要。先に玉ねぎ切るんじゃないの？いきなりめちゃくちゃだよこれ。先に玉ねぎを切ります。オニオンリングだし、あ、めっちゃ泣いちゃう。いつも玉ねぎを切ると波が出る。もう切り方は適当で大丈夫と思います。あのね、小さいな子たちさ、包丁さ触らんといてお母さんにやってもらえね。たまちゃんとかさ、あの危ないからね、触っちゃダメだよ。オニオン、 Do you like オニオン？ Yes, I like オニオン。あの、今日の英会話のレッスンは別料金になるから気をつけてな、みんな。 Yes, I like オニオン very much. Wow, that's a big onion. Look at that. Woo! 切りましょう。適当でどれぐらいの太さで切ればいい？オニオンの切り方書いてないんだよな、これ。ワン切りにした？ワン切りって読む、これ。ワン切り？ワン切り！この感じね。ワン、チャリチャリのね。漢字わからん、もう。まあ、ワン切りにした。合ってるかどうかわからん。めっちゃバカな言い方してるかもしれない。ワン切りした玉ねぎを1とよく絡めます。おお、絡んでくるか、こいつ。よし、じゃあ、普通に。これぐらい、あ、まあオニオンにこれぐらいよね、1センチぐらいよね。オニオンの命を断ち切るときはセーザーではないと。はい、あー、切らないで切らないで、切っちゃった。終わり。これでボウルにこれと水混ぜる、混ぜます。えい、クッキング、ツッコミクッキング、粉です。ただの粉でございます。で、これにここにさ、水 100cc って書いてあるんだけど、 cc ってさ、モーターバイクのエンジンの測り方なんじゃないの？あるじゃん、なんか 100、200cc のバイクのね、エンジンあるじゃん。100cc のバイクはそんな速くないか、80キロぐらい、100キロぐらいだから、水にまあ適当に入れましょう、適当に入れましょう。これぐらい、これぐらい入れます。これぐらい、もうちょい入りました。じゃあこれは軽く混ぜていきましょう。とろとろ、トロトロトロ。
簡単やな。これ本当に水混ぜるだけやな。アホでもゴールドでもな、できるやん。でいい感じにトロトロになったからこれでいい。初めてこういう揚げ物するからさ、わからんやな。生姜の匂いがする。なんとなく生姜の、生姜、昔子供の時に食べてたジンジャービスケットの匂いちょっとする。あのなんか生姜食べるとなんか乗り物酔いがしなくなるから、いつも家族と旅行する時になんかあのジンジャービスケットをお母さんが買ってくれて、いつも車で食べとった。美味しかったよ。で、おお、包丁怖いね。で、リング、リングだから、リングってワン、その漢字なんて読むんだっけ。ワン、中輪リ、玉ねぎ日本語めちゃくちゃ変なの。あ、記念になる、ほら、えー、あれ、オニョンマン、あのチーズ亀の相棒みたいにオニョンマン臭いだけか、あいつ。中輪ワン丸いのができるんで、で、これを入れるだよね。そう、入れてこうやって、おお、なるほど、なるほど。で、これを油に揚げる。今思い出したんだけど、日本語ってさ、揚げるっていうのはあの揚げ物ね、あの油に入れて揚げるっていう意味なんだけど、なんかそういう人に何かをあげるっていう同じ言葉じゃんね。プレゼントをあげますみたいな。俺最初、あの最初さ、コンビニのバイト始めた時さ、あげるっていう意味分からなくて、そういうお昼、まあ、あの本当は夜勤入ってたけど、なんか最初全部やり方はレジとか揚げ物とか覚えるために、お昼に おばさんと一緒にお昼に入ってたんだけど、レジとか教えてもらって普通にやってたら、急におばさんに、あのなんか唐揚げ今度あげようかなってなんか言われて、くれるのと思ってラッキーなと思って、初日でなんかこんなね揚げ物もらえるなと思って、違ったんだ。数回なんか唐揚げこれあげようかな、あのエルチキもあげようかなみたいに言われて、めっちゃくれるやなと、ね、いや、あげましょうね。あげるんじゃなくて油ね、分かってるよね、勘違いしないで。あげないからね、あげるんだよ。日本語難しい、頑張りましょう皆さん。油、今日はオリーブオイル使うんですけど、油どれぐらい入れればいいか書いてないんで、適当に入れます。あのさ、 100g のオリーブオイルは900ぐらいのカロリー入ってるらしいよ。めっちゃ油使うんやこれ。油、あと、あ、ちょ、火をつけよう。おお、来た。で、揚げた後にこの皿に入れるんだけど、置いとくんだけど、キッチンペーパー買ってきてない。キッチンペーパー忘れた。しかもなんかトイレットペーパーも売ってなくて、トイレットペーパー買いに行ってあるかなと思ったらキッチンペーパーだった、この前。なんだよ、キッチンペーパーだよ、それで尻拭けないわと思って、でも今キッチンペーパーちょっと欲しいわっていう展開になりました。じゃあ油温まったと思うんで入れます。いえいえよ。油が足りてない油は足りてないかも。こんな感じでいいんじゃないね。あれ、どれぐらい揚げればいいか確認してなかった。160から170度にして、まあそれは分からん。沸き上がったら裏返して1分で終わり。浮き上がるかでもこれだよね、お店で頼んでもさ、たまにさ食べようとしたらさ抜けるよねなんかくっつかないね、あのそういうこれと玉ねぎがちゃんとくっつかない時もあるよな。食べようとしたらなんか中身の玉ねぎだけフーって取れる。もういい、もうできてるんじゃない。うめえんじゃねえか、おい。
油、カロリー、どんどん作っていくぜ。よいしょ。ちょっと油が少なくなってきたね。まあもっと入れるべきだったんだけど、なんかオリーブオイルもったいないなっていう気持ちにもなった。皆さん、できましたよ。普通にいい感じにできたじゃんな。で、ケチャップと塩で食べてみたいと思います。来たよ。いただきます。うまい。うまい。言っとくがな、めっちゃカリカリして美味しいよ。塩もかけてケチャップつけた方が一番美味しいかもね。塩かけて、あ、これも美味しい。これも美味しい。あ、でもケチャップはいるよな。うん、うまい。うまいじゃん。結構油って感じもあるけど美味しい。これ今度作ってください。なんか全部油、玉ねぎ、こういう変謎の液体全部美味しいから、揃えてもね、まずいはずがないんですね。この料理はこの時期みんな大変と思うんですけど、できるだけ外出控えて家に行っておとなしくオニオンリングス作っててください。うん、ツッコミ合同ツッコミクッキング教室は今日はこんな感じですかね。みんな、作ってください。作って、いや、みんな今度作ってみてくださいもう早く食べたいからね。動画はこれで終わりで、みんなまたねー。